皆さんこんにちは今日はアメリカが中国の工業において生じている変化について見ていくことにしたいと思いますまず最初こちらを見てくださいさあそうしますとおーおー左側にアメリカが中国のおーおー素工の生産量とそれ以外世界の主な国の素工の生産量の経年変化ね1975年から2007年の間のデータですこれを示したものが挙げられ右側には今度 自動車生産台数の変化ですこういうこいつ続げたデータ今度は65年から2010年のデータですこれが示されてきているわけですけどもこれからアメリカ合衆国の工業でどのような変化が生じているのかこの赤で示したアメリカ合衆国そしてそれ以外の国々のデータから少し考えてみていくことにしましょう。 さああ今見ていただいた素、ね、鉱、えー、の生産量や自動車の生産台数の変化もう一回見ましょうかこちらです。はい、このデータ、えー、から何がかかるかというとそうですアメリカ合衆国の工業の国際的な地位効率が低下してきている様子これを読み取ることっていうのはできる、ね、でしょ例えば自動車なんてですけど、ね、近年、ね、スコンと えアメリカが四国の自動車の生産台数これがあ落ち込むことをしているのに反比例する形で例えば中国の自動車生産量のこれがあ大きく伸びることになっているそこの生産量、ね、においても中国この国のそこの生産の伸びが非常に緊張であるがアメリカが四国はですけどまあ横ばい。 で、えー、推移する、ねえー、ことになってる、ね、のは一体なぜでしょうか。どうこもこれは当たり前の話で結論から言ってしまうと、えー、これです、えー、アメリカが主輸国の工業がこの国際競争力いいね、えー、こいつを大きく低下させることになってきてる。 だだからとと言ってるるこでできるわけです、ね、なぜ、まあ、国際競争力効率が低下しているのかというと、ね、ええ当然え先進国の一員であるアメリカ合衆国においては日本同様、まあ、賃金が上昇するなどしてまず生産コストが高くなっている。ところに中国のような生産コストの低い高発国が近年急速に台頭してきている。 ええそしてコストの高い日本アメリカ合衆国とコストの低い中国等の高圧国が競争したらどっちが勝つか負けるか自名ですね。コストのの低い高圧国の方が勝っちゃうということで国際的に日本同様アメリカ合衆国の工業っていうのはその地位を低下させることになっているこういうまず変化が観察されるということを押さえておいてください。確認しましまょうこちらです ね、アメリカ合衆国の工業は生産コストの上昇さらに、高圧国の台頭による国際競争力の低下を背景に国際的なまず地位を低下さすこういう変化を示しているということです。 さあそしてアメリカ合衆国の工業ですけども実はこの国際的な地位を低下させている、ね、だけじゃないんです。ね、こちら見てくださいそう国内的にもおうそ,う、ね、その地位をお低下させることになっているわけです。なぜか、ねえー、っとおういうと、ねえー、産業構造の高度化これが進んでいる、えー、だからです。 ね、ここにまず、ね、アメリカ合衆国の国内総生産 GDP、ね、の産業別の割合こいつを示してみた、ね、データとこれは同じく日本について示してみたデータ、ね、並べてみたわけですけどもそうです、ね、日本でもちろん第一産業農林水産飼料業ですこいつの地位が低下しているアメリカ合衆国も同じいいです。 ね、えさらに、第二次産業に関しても、ねえーねえーねえー、GDP に占める割合が日本では26%に対してアメリカが四国では20%とそんなに高い、ねえー、地位こいつを占めてない、ねえー、わけです。 ね、え要するにどん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 お経済発展を遂げて農業国から工業国にえかなり早い時期にアメリカが四国も日本も変化してきたわけですが近年は、ね、そうお農業がダメになって工業にシフトした、えー、あの歴史が繰り返されて再び今度は工業がダメになってその次ええー、です。こいつが 経済活動の中心・中核をなす段階、ねえーねまあ、あ脱工業化なんて言われたりするわけですけどもこういう動きこういう現象こいつがこのアメリカ合衆国においても観察されるようになってるわけです。ですから、はい、今度 就業者数の産業別割合をアメリカ合衆国そして日本について見てみましたけれどもそうです、ね、日本では、ねまあ、大体就労者の4人に1人24.9%ですが第日産業・高工業に従事している、ね、えわけですがアメリカ合衆国では 18.3%20% を切っているええわけです。 ね、もちろん、まあ、産業ロボット、ね、の導入のような省力化が進められていることもおそのお理由の一つではあるわけですけどもそれ以上にもう一つこの脱工業化これが進んでいるうこれがこんな現象を引き起こすようになっている。ね、ということを、はい、このデータあーからあ少し見てください。え航空機機とと医医療用用器とコンピューータそそして医薬品そしてて薬品乗用車 ね、という5つの工業製品における世界の主要な生産国の名前とそのシェアこれを示してみて、ね、アメリカが主婦のところをちょっと着色してみた、ね、わけですがどうえかなり高度な技術が要求されるだからそうそう誰でもどこの国でも生産することはできない。ねまあ、航空機機医療用機器 当たりじゃ、まあ、アメリカ合衆国の地位がシェアが非常に高いが乗用車航空機から比べるとそれほどハイテクではない、えーえー、わけですね,ね、えーえー。さらにコンピューター,あーなんかもですけど、まあ、組み立てに関して言うとプラモデルの作るのと一緒、ね、ですね。 高度な技術を使って作られた部品を組み立てるからそれほど組み立てるには高度な技術が要求されない、えー、こういう分野はですねもう完全に、えー、コンピューターに関して言うと中国ねえあ、ー、たりがあ中心、えー、生産の中心高室になる、ねえー、ことからも、えーま、産業構造の高度化 ね、が進んでいる様子。さらに、それまで従来アメリカ合衆国の工業生産を支えてた、さまざまな工業業種が、え、え、まあ、ダメになる、不振がする、衰退する、え、え、そういう状況を読み取ることができてくる、ね、えー、と思います。だから最近のアメリカ合衆国ではこれ、え、えー、日本、アメリカ合衆国、ドイツ、イギリスの技術貿易、い、え、い、ー、です。ね、えー、ね、あの、まあ、東京。 ね、えー、のおこう使用料をね、えー、受け取るのが輸出、えー、特許を使ってその代金支払うのがですね、まあ、あ輸入うになってくるわけですけどもですねどうこの輸出です、えー、こいつが日本ドイツイギリスよりも大きな値示してますね、えー、要するに最近入りの知的所有権、えー、です。 さまざまなものを作るのではなくてそれを作るのに必要なノウハウええこれ、えー、でもう稼ぐえそういう段階にこのアメリカ合衆国の経済は、ね、発展して到達するこんな状況になっているわけです。ということですこちらまとめました見てください。 そうな形でアメリカ合衆国は国際的な地位を低下させている、ねええー、わけです、ね。そして国内的には産業構造の高度化これを進めて、まあ、ハイテク工業へのシフトや脱工業化、えー、これを進めることになっているこういう変化が見られるということを押さえておこう。 さあこんな形でアメリカ合衆国では産業構造の高度化、ねえー、効率が進めたそしてその影響でどんなことが起こっているかというとこんなことが起こっているんです見てくださいこれ、えー、国内の工業地域の変化が生じることになっているわけです、ね、1967年、75年、85年、2006年と、まあ、アメリカ合衆国の地域別に工業生産額 ねまあ、各年の全米の総工業生産額に占めるシェアですこれがどのように変化してきたか、まあ、北東部中西部南部西部、えー、という4つの地域に分けてこれ示してみたデータですけども見てもらったら分かりますね。北東部、えー、という、えーね、早くから、えーえー、豊富なあ鉄鉱石、えーえー、石炭 えー、などのお資源、えー、の存在を背景に原料産地立地型工業化が進みそのせいで早くから都市化が進んだ、ねえー、影響で、ね、市場立地型消費立地型工業も、えー、発展した、ねまあ、あアメリカ合衆国を代表するいやいや世界を代表する、えー、大工業地帯となってた、ねえー、五大湖沿岸、ねえー、から、ね、メガロポリス。 にかけての地域がアメリカが修国のお工業生産の総額に占めるシェアはどんどん低下しています。六十七年はだいたい二十九点一パーセント、三十パーセント近くを占めてたのが、二千六年は十四点三パーセントにまでこれ、えー、低下している、えー。そして変わって大きくシェアを上昇させてきたのが南部、えー、なんです。 ね、67年の22.8%から現在は 38.6%4 割近くまで、えー、これそう一体なぜそんなことが起こったのかということですけどもこれは簡単で、ね、当然南部の方はね、えー、これ、えー、工業化効率が、えー、遅れてたわけでしょ。 ねえー、実際次のデータで見てみようかこれ、えー、アメリカ合衆国の工業地域の変化を1890年頃そしてこちら1950年頃で左下1985年頃の各年次について示したものですけども五大区からメガロポリスのお北東部は早くから工業地帯が工業都市があったんですけども南部、まあ、全くなかったとは言わない。 けども、まあ、現地で生産される綿花を加工する綿工業あたりがちらっと、ね、これはまあアメリカ合衆国の南部の中心地であるジオジア州のアトランタ、ねえー、を示しているわけですけれどもこんなところに見られたでその後もど,うど,んど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 ん西の方に開発が進んでいった結果、ね、さらにまあこの日本おとお戦争をやったあ影響もあって、まあ、軍事産業 あたり中心に西の太平洋側あに地発展し工業都市が工業地域が、えー、西の方には生まれたが南の方にはそんなに、えー、これ、えー、増えてはなかったが85年頃になるとですけど割とこ,この南の方工業都市が工業地域があこれ増えてくるうこういう状態状況を根絶になってるなぜだか分かる ね、簡単工業化が遅れてたゆえに地価が安いさらに賃金水準も低いえ特に近年は南のメキシコなどからのヒスパニックと呼ばれる移民です。えこの流入もこの南部の地域はああ活発に見られ低、ね、賃金労働力が非常に豊富に存在するそういう場所になっている。 ね、そして、えー、さらに、ねまあ、工業化が遅れていることをおお、まあ、問題視し、ねえー、なんとか対策を講じようとした南部の諸州の政府が、まあ、工業化推進政策、まあ、税制上の優遇措置を講ずるとこと、えー、やってきた、えー、結果、そうなんです、ね、企業からすると早くから工業化が進んだこの北東部の五大湖沿岸からメガロポリス。 で生産活動をやるよりは、えー、南の南部地域であった方が低コストで良、えーね、かったこういう状況が作り出されてきたわけです。その結果はいいこれ見てください、えー、アメリカ合衆国の先端技術産業近年、えーまあ、立地し、えー、活発に行われるようになったハイテク産業の集積している場所ですけどもどう北の方にはあんまりないでしょ まあ、北東部にはボストンえここにですね、まあ、マサチューセッツ工科大学、ね、をはじめとする有力大学こいつが存在しているうことを背景に、ねえー、まあ,あ先進的な、ね、時代の最先端をいく技術に引かれて、ねえー、ハイテク産業が集まったエレクトロニクスハイウェイなんていう場所があ,あるけども。 なほそれ以外ないでしょでも南の方はずっと太平洋岸のサンフランシスコ郊外のサンノゼを中心とするシリコンバレーからアリゾナ州のフェニックス辺りを中心とするシリコンデザートそしてテキサス州のダラスやヒューストンを中心とするシリコンプレーンそしてフロリダ州のオーランド辺りを中心とするエレクトロニクス・ベェルト、ね、という形でこの先端技術産業の集積地 えずら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 並ぶこんな状況をこいつになってるわけですだから最近のアメリカ合衆国ではそうです北緯37度線えい、ー、いです、ね、えこいつを境として、ね、え南の方に位置するところサンベルトと呼ぶのに対してええ北東部地域えい、ー、いです ね、えこの地域はラストベルトなんて呼ばれることになってます。このラストっていうのはあ最後のラストじゃありません L で始まるラストではなくて R で始まるこっちえ。要するにサビサビ地帯。 えーえー、昔はピカピカ光り輝く勢いのある場所だったところがピークを過ぎて、えー、落ちてきちゃったダメになっちゃった、えー、場所だという意味です。対して南の方は今までこのラストベルトが注目されまあ注目されない日の当たらない日陰のような地域だったのは最近、えー、スポットライトを浴びる逆光を浴びるようになってきた。 という意味でサンベルトね、えー、なんて、えー、言ってねそうこのお北東部ラストベルトから、えー、南のサンベルトおの方に向けてのお工業地域の変化もお見られるというわけですまとめときましたこちら見てくださいそうしますとおアメリカ合衆国ではまあ国際的なあ工業の地位の低下、えー、国内的にはあ産業構造の高度化が進んでた。 ことを背景にこれ工業の空間的構成、え空間というのは場所地域です。だから簡単に言うと工業地域ねになるわけですけども、こうにも変化が見られ、ねそう早くから工業化の進んでたね北東部 これがあ、まあ、この地域の工業生産を支えた鉄鋼業自動車あ工業あたりが高圧国の売り上げをこむってダメになったラストベルトだ。に対して南部工業化が遅れてたえ故に生産コストこいつが低かったえところが最近急速にえ発展してきてる。 では北緯3 7度 c よりも南の地域は三ベルトおーと呼ばれるんだってことをしっかり確認しておこう <music> さあそれでは今日勉強したことを問題通して確認しましょうこちらを見てください。アメリカが中国に A から G、e、の地域を塗りししましたでこの中から3つの地域、e、を選んでその地域の特色を述べた説明文これを挙げた。 123どの地域の説明文化を判断するわけですけどももちろんえキーワードっていうのは1番ならば交付機産業や石油化学工業のほかシリコンバレーと呼ばれる地域でのエレクトロニクス産業も盛んだという形ですよこれはシリコンバレーこいつでしょうえさらに2番ならば鉄鋼業や自動車工業のほか食料品工業も盛んだとあってえ当然これ鉄鋼業でしょう。 えで3番石油化学工業や繊維工業のほかシリコンプレーンと呼ばれる地域でのエレクトロニクス産業も盛んだとあってキーワードはシリコンプレーンだね。ええー、ということでシリコンバレーっていうのはカリフォルニア州サンフランシスコ郊外のサンノゼを中心とする地域の呼び名だったね。ということです1番は A。 えで3番シリコンプレーンっていうのはテキサス州のダラスとかヒューストンを中途するあのグレートプレーンズの地域だったという形で D だえそして2番鉄鋼業アメリカ合衆国では、えー、鉄鉱石や石炭が産されたそれを背景とする原料産地立地型あの鉄鋼業は盛んだっただから石炭鉄鉱石が豊富な北東部という形でこれは F。 になるわけけですけども参考までに言うところの一番はね,ねこの航空機産業なななんかも頻度になるかもにるアメリカ合衆国の航空機産業は、まあ、第二次大戦日本との戦争を行う,うことが背景となってえ果たしただからあ日本への攻撃しやすいですね太平洋岸地域にこれ集中立地する、ね、こんな状況をこいつになってる。 え他か3番ならばあ石油化学や繊維なんてのもです、ね、頻度でしょう、ね、ええこのメキシコ湾岸は産油地帯だったさら、ね、にここら辺近年綿花の栽培効率が活発化してたそれを加工する綿工業に代表される繊維工業は盛んだという点に注目して考えることもできると思います。<music> さあそれでは最後に今日勉強したことのポイント要点まとめておきましょうこちら見てくださいえアメリカ合衆国の工業はまずそう国際的な地位の低下が進んでいる、まあ、国際競争力の低下が背景になってたねさらに国内では産業構造の高度化が進んでいるそしてそれらを背景として工業地域の様子に変化があって ね、早くから工業化が進んでた北東部の五大湖沿岸からメガロポリスの地域はラストベルトサビ地帯不振化しているのに対して南部特に北緯3 7度線以南の地域サンベルトと呼ばれ近年急速に工業化が進むハイテク産業が中心になってたんだねというこ形でしっかり整理整頓しておくようにしましょう。